川崎健二郎は大分県佐伯市出身の元プロ野球選手、野球解説者、野球指導者。妻は堀恵子。現役時代はヤクルトスワローズで主力投手として活躍し、通算234試合に登板して88勝を挙げ、特に対読売ジャイアンツ戦では通算29勝を挙げた。その活躍を変われて、 フリーエージェント移籍した中日ドラゴンズでも巨人キラーとして活躍を期待されたが、中日時代は怪我に悩まされて一生もできず、現役を引退した。佐伯市立鶴岡小学校、佐伯市立佐伯城南中学校出身。大分県立津久み高等学校3年時の1988年の甲子園大会第60回選抜高等学校野球大会及び、 第70回全国高等学校野球選手権大会に春夏連続出場し、いずれもベスト8に進出した。1988年度のドラフト会議にて、読売ジャイアンツとヤクルトスワローズが1位指名で競合し、抽選の結果ヤクルトが交渉権を獲得。後に契約金6000万円、年俸480万円で合意。 1989年は13試合に先発し、4勝を上げた。1990年に12勝を上げ、先発ローテーションに定着する。9月8日の対巨人戦では、吉村貞田賞に巨人の優勝を決めるサヨナラ本塁打を浴びた。1991年、チーム2位の14勝を上げ、チーム11年ぶりの A クラス入りに貢献した。百九十二年は、 チームは14年ぶりのリーグ制覇をしたものの、自身は故障で、シーズン1軍未登板に終わる。1993年、先発ローテーションに復帰し見事2桁勝利を挙げ、カムバック賞を受賞。1993年の日本シリーズでは2勝を挙げ、シリーズ MVP に選出された。1994年、自身初の開幕投手に抜擢され見事勝利投手になったが、 年間通しては不審の投球が目立ち、8月頭に、怪我で2軍落ちするとそのまま1軍復帰することができず、シーズンを終えてしまった。1995年に、河合和美との交際が発覚する。川崎は、学生時代から、河合の熱烈なファンで、当時、川崎はマスコミに対しても交際宣言をしている。その後は、故障によって成績が下降したが、 1997年にシュートを覚えて復活。シーズンオフの11月にキャンペーンがある女優の堀恵子と結婚。1998年に17勝で沢村賞と最多勝ちを獲得。ヤクルト最終年の2000年は1軍で20試合に登板して8勝10敗の成績で、対巨人戦では5勝2敗、防御率1.84だった。 同シーズン終了後にフリーエージェント権の行使を宣言した当初、川崎本人が考えていた選択肢はヤクルト残留、かねてから憧れていた MLB 挑戦の二択だったが、川崎は宣言後のヤクルト球団の対応に不満を抱き、次第にその心情は遺跡に傾いていった。一方で、 星野千一が監督を務めていた中日ドラゴンズは FA 宣言と同時に獲得に名乗りを上げ MLB のボストンレッドソックスも川崎獲得の意向を示した最終的には星野ら中日球団幹部の熱心な呼びかけにより FA 宣言から約1週間後には国内移籍するなら中日にしようという意思が強くなり約1ヶ月後に MLB 移籍を断念した段階で中日へ移籍する意思を最終的に固め、12月17日に移籍を表明。契約内容は年俸2億円の4年契約だった。同シーズンの中日はリーグ2位ではあったが、巨人戦で9勝18敗と大きく負け越しており、同年までに対巨人戦で通算29勝を挙げていた川崎の巨人キラーアップリを買っての補強で、 背番号も、杉下茂、近藤博星野、小松達を、先導列らエース級投手たちが背負ってきた、エースナンバーである20を引き継いだ。川崎は、中日遺跡表明直後に日本プロ野球選手会を、通じて、ヤクルトが、MLB、中日から提示された条件を比較、検討して、 最終的に提示した条件が仮に最初から出ていれば FA 宣言せず残留していたかもしれない。ヤクルトとの交渉にあたっては最終的に球団社長から謝罪の言葉を受けており、現時点ではすでにわだかまりはないとのコメントを掲載している。中日では星野千一監督以下首脳陣やファンから大きな期待をかけられ、本人も星野監督が望むように、 ジャイアンツキラーとして、名古屋ドームのマウンドに立ちたいと抱負を述べていた。2001年の公式ファンブックでも、V の死者、川崎が巨人戦で、あと6勝すれば、星野監督の巨人戦通算勝利数に並ぶが、それが今年達成されれば、中日の2年ぶりの優勝もより近くなると、紹介されていたが、同年3月14日のオープン戦。 大阪近鉄バファローズ戦で右上腕三頭筋の違和感を訴えて途中降板し同月23日には長期離脱が発覚する。同年は2軍でわずか1試合を投げただけで終わり中日は川崎の離脱に加えて先発投手として計算していた武田和弘、川上健信や新外国人の不調などから5位に低迷し 星野はシーズン閉幕を待たず9月25日に辞任を表明した。監督が山田久志に交代した2002年も2軍で3試合に、登板したのみで、2003年は2軍フリーグで13試合に、登板し4勝4敗の成績を挙げたが、同年まで3年連続で1軍登板なしに終わった。原因不明の右肩故障に悩まされつつも、治療のため全国を歩き生態、針、 耳つぼなどの治療を試みたほか、右肩のお払いも受けたが症状は改善せず、2003年にはオールスターゲームのファン投票で、川崎祭と呼ばれるインターネット上の嫌がらせ騒動に巻き込まれた。これを受け、川崎は同年6月23日に選手会公式ホームページに多少の怪我をしてプレーしている選手に申し訳ない気持ちでいっぱい。 今の状況で出場することはできない。一票一票を自分への失端激励だと思って、1日でも早く一軍で投げられるように頑張ると声明文を掲載し、救援への出場も辞退した。2003年12月16日には、事前の契約条項により、年俸25%減となる年俸1億5000万円で契約を公開したが、その際には、 年俸0円でいいから何とか恩返しがしたいと呟いていた。2004年1月2日、この年から中日の監督に就任した落合博光は川崎に電話し4月2日の開幕投手を告げる。川崎はすべてをかけるつもりでこの突然の打診を引き受け痛み止めの座薬、飲み薬を併用して1274日ぶりの1、軍マウンドに臨んだが、 開幕戦は初回こそ三者凡退に抑えたものの、その後打ち込まれて2回途中で降板したが、チームは逆転勝利したため敗戦投手は免れた。4月30日の対横浜ベイスターズ戦で、再び先発するも、一死も取れずに5失点で降板し敗戦。結局、その一敗が、中日移籍後の最初で最後の成績となった。二千十一年に監督を退任した落合は、 退任会見で監督時代一番印象に残った試合について3年間当番のなかった川崎を開幕投手に指名した一戦を挙げた。チームの優勝が決まった翌日の10月2日に落合から戦力外通告を受けて現役引退を決意。10月3日の大ヤクルト戦は引退試合として行われ1回表に三者三振を取る。古田は三振の後、 川崎と法要を交わした。試合後に、中日、ヤクルト両ナインから銅上げされた。2019年7月11日テレビ東京、日本放送、J スポーツ、フジテレビ1の野球解説者となった。2005年オフに東北楽天ゴールデンイーグルスの監督に就任した野村克也から、投手コーチ就任を打診されたが、川崎は解説者として少し外側から野球を、 見たいなという気持ちがあって断ったという。また、テレビ愛知のゲスト解説者として、テレビ愛知ドラゴンズ戦中継モッド、ライブ2011で解説を務めることもある。2013年からは、千葉ロッテマリーンズの一軍ブルペンコーチに就任する。9月4日から、体調不良で休養した斉藤明夫に代わりに、ベンチ担当となり、斉藤が復帰後もベンチを担当した。 2014年10月5日に球団から来期の契約を結ばないことが発表された。2015年からは J スポーツ解説者。2015年以降、地元、再起でケーブルテレビの釣り番組に出演して地元を PR 活動していた。それらの近況も含め、2018年2月3日のテレビ東京系。 追跡ライブ、スポーツウォッチャーの密着取材特集で紹介された。2018年3月7日、四国アイランドリーグプラス、香川オリーブガイナーズの投手コーチに就任することが発表された。主に公式戦に合わせてチームに合流し、指導すると報じられた。12月12日に今季の契約期間満了をもって対談することが発表された。 2021年3月27日、地元、佐伯市の佐伯中央病院スタジアムで行われた、九州アジアリーグ初の公式戦で、始球式に登板した、短調監修、ありがとうございます。